こんにちは、速稼塾の久保です。今回のね YouTuber さん紹介は速稼塾の塾生さんでいらっしゃいまして、とっても素晴らしいね YouTube チャンネルを運営されていますゴリッキー先生ですね。まあゴリッキーっていうねネーミングもなかなかセンスがあるなと思いますけども、この方ですよね。今もうお顔が出てますけども、ゴリッキー先生みたいな感じ、イラストもすごくかっこよくできてますよね。で、チャンネル登録が3910人で、それぞれ再生数が、100回台、1000回の間ですね。100回から1000回の間。で、更新も割とコンスタントにされていて、で、1週間とか2週間空けて更新ってことじゃなくてね、ちゃんと日々のサービスの合間に、コンスタントに作っていらっしゃるということになります。テーマはですね、特別支援のプロがお悩みを解決ということなんですけども、発達障害お悩み解決チャンネルですよね。発達障害にフォーカスした問題解決を一つずつやってくださっているということになります。で、この方は元中学校の先生でございまして、特別支援学校の教諭もされていたと。で、今ではね、NPO をエバーグリーンの代表ということになっております。この方はね、もうお付き合いもそう数年間になるんですけども、やっぱりね、これからの時代は、リアルでね、塾をしていたんだけども、それとはプラス、インターネットによるコンテンツ販売も視野に入れて、で、これからずっと自分自身が、いろんな形でどこに行っても仕事ができるようにしたいので、っていうことで、速稼塾の門を叩いてくださったんですよね。で、それからこの YouTube チャンネルをもともとされていたんですけども、一緒に YouTube チャンネルを強化したりとかね、対談をしてみたりとか、それから、多くの方にお知らせしてみたりみたいな。要するに、今ね、速稼塾の塾生さんを取り上げてピックアップして、その方をどんどん紹介したりとか、商品販売したりとかっていうスタイル。これと同じなんですよね。で、私から見ると、たくさんの方を紹介してきた、その中の一人ではあったんですけども、このね、ゴリッキー先生は、それをきっかけに、めきめきと実力をつけて、自信をつけて、売り上げも上げてきたということになります。で、今ではね、もう私がいちいち何かを言うまでもなく、もう自動的に素晴らしいチャンネルをね、どんどんこうやって育ててくださってるんで、私も、やっぱり立派になったなと思うばかりなんですけどもね。はい、じゃあ、どの辺がね、すごく良くなったのかということなんですけども、これ動画一つ一つ見てくださいね。5時間前に上げた動画が136回再生されてますけども、もう明確なんですよ。例えばね、言語理解と知覚推理の解釈の具体例ということで、じゃあ言語理解と知覚推理の解釈をしたいよ、そういう人がいらっしゃったらこれ再生しますよね。で、次、集団行動に遅れてしまうのは処理速度の低さのせいかということで、うちの子はどうしてもみんなと遅れちゃってるのよねっていうふうにね、学校にお預けのお父さんやお母さんが思った時にこれを再生するということになります。これ関心が高いですよね。3日前で、572回再生ということですからね。それからもうちょっと前にアップロードした動画が、大人の発達障害 ASD で ADHD 適職は何でしょうかということで、大人になったらやっぱり就職しないといけないですよね。で、その時に自分の特徴をどのように生かして就職につなげていくかっていうことが、ここで再生されてるわけなんですけども、390回ということで、これもなかなか関心が高いんじゃないですか。それから、発達障害のグレーゾーンに対して答えている動画はこれです。成績の悪い、定型発達児と発達障害児の違いは何ということで、もうすでにね、この言葉の意味がわからない人は、この動画をチャンネル登録しないと思いますけども、やっぱりね、こういった発達障害などにものすごく深く関心がある方とか、勉強中の方とか、それからね、現実自分自身や自分の周りにそういう方がいて、自分ごとの方ってのはね、もう必ずチャンネル登録するんじゃないかなと思います。ということで、なんか世の中のブームを起こしそうなチャンネルではないんですけども、でも一定数必ず支持されるテーマに特化しているっていうことでは、ものすごく貴重な情報発信してくださっていると思います。ちなみに、この11日前の動画ってのが、きっちりと905回再生されてますけども、これはね、サムネイルが気に入ったから、ちょっとデザインがいいからとか、なんか可愛らしい絵が描いてあるから再生したっていうのとは全く違うんですよね。目的意識を持った方が積極的に勉強のためとか、自分の知識を深めたりとかね、身の回りの生活に生かすために、それこそ勉強するつもりでこの905回再生されてるわけですよ。当然ここで、ためになったなと思う人は次も見るし、次も見るし、次も見るしって感じで、この再生数一個一個がね、たまたま再生しちゃった、離脱しようっていうんではなくて、もうこれ最後まで視聴維持率っていうんですかね、それが高いわけなんですよね。素晴らしい動画だと思いますよ。でこちらもそうですよね。発達障害者に学歴が必要ないのかとかね、 ASD とは何なのか、ギフテッドってどういうものなのかっていうふうに一個一個テーマを決めて明確に答えてくれているっていうのがこの動画になります、で、動画とかテーマの結果がもう明確ですよね。このサムネイルでこのタイトルだったらどのぐらいの反応があったかってことが数字で出てますから。それからね、これのね素晴らしいところはね、ロングテールなんですよね、これね置いとけば置いとくほど再生されるんですよ。だから過去動画っていうのが圧倒的に再生を伸ばすんですよ。こちらの方は6ヶ月前ですけども、もう1000回になってますよね。ということはこの1ヶ月前の動画も数ヶ月経つと1000回1万回っていうふうに伸びていく可能性が非常に高いんですよね。古い動画ほど再生される傾向にあるってことになります。つまりはこのテーマっていうのはじゃあ来年とか再来年に消えるもんではないんですよ。ブームがあって解決するってものはないんですよね。ずっと支持されるんですよ。まあロングテールってやつです。だから5年後とか10年後とか30年後もこの動画は再生され続けるっていう、動画が資産になるっていうことの、まあすごくいい例ですよね。まあでもどうでしょうかね。なんか自分の個人的感想を言ったりとかね、なんか雑談をしました、ぼやきをしましたっていうのは、これはねなかなか YouTube が数年後にまた取り上げてくれるってことはまあほとんどないんで、本当にこうフローなんですよね。ストック型じゃなくて、残念ながら YouTube がストック型のコンテンツだって言ってる方、フローの動画を撮っちゃうとそのままフローになっちゃうんですよ。過ぎ去っていくんですよね。でこのゴリッキー先生はストック型の動画ばっかり撮ってるから、一つ一つが本当にね財産になって、多分ねこの YouTube チャンネルこのまま続けていくと年金ぐらいにはなんか収入になるんじゃないかなと思いますよね。とってもいいコンテンツですね。しかもこれねご自身の経験をもとに人を助けたいとか問題解決をしたいっていう意思がもうありありと感じられますよ。1個の動画が1個の問題解決してるわけですから、じゃあ100個の動画は100人に対してね問題解決してくれるわけですよ。でチャンネルがものすごく資産化する、財産化する、それ人類共通の財産になりますからねこれ、いつかねこういうのが大手メディアに取り上げられてね、うちの番組でぜひコメンテーターとして来てくださいみたいなこともなきにしもあらずですよ。ここまでの熱量を持ってやってくださったら。でどのぐらい前からチャンネルがあるのかなというふうに見てみたいんですけども、当然このペースで1年前とか2年前とかもありますよね。まだまだ遡っていきましょうか。もうネタが尽きることがないのかみたいな感じです。あ、この頃はですね私と知り合った頃かなと、要するにこの何ですかね、サムネイルが明らかに違うでしょ。サムネイルがどっちかっていうとこっちの方がね曖昧なんですよ。でこうなるとちょっと再生数も、サムネイルでそうスルーされる可能性も高いサムネイルなんで、この辺サムネイルをね変えたらね、もうこれからまた復活して再生数上がると思いますよ。この昔の動画のサムネイルを今のスタイルにするってやつですよね。だからこの頃ですよね、なんか知り合ってちょっとスタイルを変えましょうかみたいな、私とねやり合ったのは懐かしいなはい、こんな感じになってますね。だからチャンネル自体は4年ぐらい前かな。で YouTube チャンネルを始めてしばらくしてからそっか塾との出会いがあったって感じですね。4年前のはやっぱこう100回とか200回の再生数が多いかなと。これサムネイルが再生に至らせないんですよね。あとはタイトルがねいまいち、ちょっとニーズがないといいますか、検索にもかかりにくいタイトルになってるんで、タイトル変えてサムネイル変えただけで動画自体は変えなくても再生数がバンバン伸びる、そんなこう考察になりますね。とにかくねこうやってチャンネルがほら同じようなタイトルに並んできたでしょ、でゴリッキー先生も同じ格好でずっと出てるじゃないですか。この辺ではちょっとね茶髪になったりとかしてますけどもね、はい、こうなったらねすごい一番いいサムネイルがこの辺にちらついてます。ここ1年でのこのねサムネイルも凝り出したというね、とこですね。この上で取っ手出しとかをバンバンやるとねもっとアクセスが出たりとか、切り抜きとかを自分でやってみるともっといいと思いますけどね、要するにその辺はブームに乗っていいわけですよ。だからブームってのはテーマじゃなくてテクニックをブームで使うってことですよね。はい、じゃあそんな感じで今日のチャンネル紹介は松本先生、ゴリッキー先生の発達障害お悩みチャンネルでございました。これからもね多くの方の悩み解決にこのチャンネルは使われると思います。それでは今日は以上です。